俺はでかいな。お嬢様は家を出られた方が。すぐに命中したんだね。自分の気持ちを抑えられない。誰が君を抱いたのかと思うと。パパは地震に負けたんだ。雨放射能、あんたにできることなんかないでしょう。やらせてください。ちょっと、デンジャラス。大変です。原発から飛散したプルトニウムがチェルノブイリに匹敵する。こいつ、いわゆる被災犬ってやつ。ここ何ミリシーベルトなんですか？国なんてね、僕と若の子供の話だよ。え？ダリアだって知ってる？こいつが俺の子。私盗まれたんです。恋のチケットじゃないの？泥棒！ここ嘘つきハウスじゃん。彼の子も契約してる。アメリカには帰れない。被災地の空も東京の空も同じ青い空だ。そんな空を見てきた犬だから、空。若！